ネオダダは作品制作の方法論や意図が初期のダダイスムと類似点を持つ1950年代後半から1960年代のアメリカ合衆国の美術家や美術運動を表すのに使われた用語である。ロバート・ラウシェンバーグ、バッファロー21964元は1958年のアートニューズ誌において当時廃物や 大衆的なイメージを使用した絵画で、抽象表現主義に代わり注目を浴びつつあったロバート、ラウシェンバーグや、ジャスパー・ジョーンズといった、画家、ハプニングなどのパフォーマンスアート活動を行っていた、アラン・カプロー、クレス・オルデンバーグ、ジム・ダインなどの作家たちを一括りに特集し、美術評論家、ハロルド・ローゼンバーグがこれらにネオ・ダダと名付けたことが、始まりである。以後、評論家、 バーバラローズによって、ネオダダという用語は1960年代に広まり、概ね1950年代、1960年代に、これらの作家によって行われた活動を指して使われる。ネオダダの作品の例としては、既製品の使用や、大衆的な図像の流用、そしてその不条理性などがある。また伝統的な芸術や美学の概念を否定する、反芸術的なところもある。 これらの手法や反芸術性が新たなダダイスムとみなされた要因である。確かにロバート・ラウシェンバーグの既製品を組み合わせてその上から絵の具を塗り付けたコンバインペインティングなどはレディメイドやアサンブラージュなどと形式上共通点がある。しかし、ネオダダは概念や言葉の実験としてのレディメイドなどを制作した第一次世界大戦後のダダイスムとは時代背景が異なり、 より工業化や大量生産、大量消費が進み廃物が溢れていた時代のアメリカを舞台としているため新品よりは廃物を好んで用いたり新品を廃物同様にするなどより植物性や即興性が強い。これらの作品はジャンクアートなどとも呼ばれていた。反芸術でありながら環境を埋め尽くしていた廃品を新たな自然と見てそこに美を見出そうとしたネオダダを 工業化社会の自然主義と呼ぶ向きもある。ネオダダに属する作家たちのうち、ロバート・ラウシェンバーグラは1930年代から1950年代にかけて存在したノースカロライナ州の小さな芸術学校、ブラック・マウンテン・カレッジで学んでいた。ここでは美術家のみならず音楽家、詩人、思想家らが教えており、中でも教弁をとっていた音楽家、ジョン・ケージの 音響を植物的に考えることや偶然性を利用するといった活動から強い思想的な影響を受けている。もともと何もせずに黙りこくるという発想は、ケイジのオリジナルではなく、エルビン・シュルホフの5つのピトレスクで初めて楽譜になったものであり、これをケイジが4分33秒にしたこと自体がネオダダの発端であった。ヨーロッパで発案されたものが、 アメリカ流に改良され、理論化されたものがネオダダなのである。この時代には、同じく廃物を寄せ集めた芸術作品や従来の美術の範疇をはみ出たハプニング、パフォーマンス、反芸術的な潮流が工業化した欧州や日本など各国に現れた。ネオダダや反芸術の運動は、現在に至るまで多くのパフォーマンスアートや芸術表現に影響を与えている。 また、アメリカではすぐ後に来る、ポップアートに、手法的、理論的な影響を与えた。ありがとうございます。